船木正和です。今回は関節技の達人についてお話ししてみたいと思います。関節技の達人、漠然としたタイトルなんですけども、やっぱり自分がですね、一番最初にその新日本プロレスに入門して、一番最初にそのトレーニングの中ですね、そのセメント、いろんな違うその YouTube でもお話をしてるんですけども、セメントのトレーニングですね、練習でその関節技というものに初めてその触れた時にものすごいその衝撃を受けたというところからその始まります。でまず一番最初にですね、その関節技をかけられた時に、関節技というものがこんなに痛いのか、こんなに痛いのか、腕式逆十字一つとっても、テレビではそのプロレスのテレビではこう伸びたままですね、伸びたままずっとこうやってこう選手がこうやって耐えてるシーンがずっと流れてまして、それでもしかこれはそのやったことのない人からしてみると、痛いんですけどもそこまでは痛くない、まあ耐えれるぐらいのその痛みなんじゃないかなって、そんな感じでこう自分もその感じていまして、でだんだんそのテレビの解説で古舘さんがそのずっと締められてて腕がだんだん白くなってきますとかって言ってるんですね。それでまあもしかしたらその関節技っていうその当時その言われ方をしてませんでしたので、腕の血を止める技だと思ってました。腕式逆十字が。それでまあ実際にそのスパーリングセメントの練習が始まりまして、当時はその明先輩ですね、野上先輩にそのと一緒に初めてそのスパーリングセメントの練習したんですけども、まず自分はセメントの意味が分からなく、何やってもいいっていうことで、いきなりそのドロップキックかなんかしたんですね。ドロップキックパーンってしたんですけども、すぐこうかわされて、そのまま立ち上がった時に払い腰ポンで投げられて、そのままこう腕十字取られたんですけども、あの血を止める技が来たと思ってこうかけられた瞬間にもなんかもう肘がと、今までその味わったことのないようなですね、その15年間生きてきて味わったことのないような痛みにバーンと来たんですね。それで当時はそのタップをするというそういうその、方法も分かりませんでしたので、とにかく痛い泣き叫んでた記憶があります。それでトレーナーのそのブラックキャットさんが、分かった、もういいよ、もう止めてやめてみたいな感じで、それで終わったんですけども、なんでその腕式逆十字っていうその逆十字っていう技があんなに痛いのか全く理解ができなくて、その関節をその逆に曲げるとあれほどその痛みが走るということをそこで初めて経験したわけなんですね。でそれでその、関節技っていうものを初めて体感したんですけども、そこから毎日ですね、今度はそのセメントの練習で、いろんな技ですね、腕足首、とにかくその関節という関節にその技をかけられると常にその痛みが襲ってくると、そういう状態がずっと続きまして、でまず そこからどうやってその逃げるかっていう、それをまず先決にその探さなければ先に進めないっていう、そういう状況になりましたね。でその中で一番その先頭に立ってそのみんなをその練習でこう率いてた人がその藤原義明さんですね。当時は自分がその15歳の時は、ちょうど20歳上ですので、35歳ですね。35歳、レスラーとしては本当にバリバリだと思います。で藤原義明さんと、スパーリングをした時に、やっぱりそのテレビで見る印象ですとですね、あんまりそのなんか筋肉がモリモリじゃないので、そんなにその力強くないんじゃないかなって、そういう感じを受けたんですけども、すごい力ですね。すごい力でこう締めてきますね。で全くそのビクともしませんし、こんなにこの人力が強いんだって、その力の強さにまずびっくりしました。でやっぱりその上に乗られたら動けません。でその関節を取られてこう抵抗しようとするんですけども、すればするほど違う方向に曲げられて、それでこう、逆関節を決められる。で痛くてそのタップをする。何回タップしたか分かりませんね。もう本当に背中もうずっとその
まあ、新品の T シャツを着て練習するんですけども、半年後にはもう本当にもう背中がもうずっとそのマットにこう擦れてますんで、ワールドプロレスリングって書いてるその、字がですねどん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 こう消えてくるんですね。で自分のトレーニング用の T シャツはもう本当にもう後ろが雑巾状態で、ワールドプロレスリングがもう薄くなって、そんな状態が続きました。それでもやっぱり1年経つとどん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 その、逃げる方法ですねを自分でこう考えて、ああ来たらこうしようとかって頑張ってその逃げるんですけども、でとうとうですねやっぱりその1年くらいした時にやっと藤原さんからその30分間は最初の30分は決められないというところまで なりましたね。その時にその、木戸治さんがずっとその30分自分と藤原さんのスパリングを見てて、お前すごいなって、まあ、最終的に決められたんですけども、お前すごいなって何がですかって聞いたら、もう藤原に30分決められなかったなっていうふうに、それですごくあの自分が上達したっていうことをやっとそこで気づいて、ものすごくあの嬉しかった記憶があります。でまずその、藤原さんですね、藤原義明さんという人がまず自分が一番最初にその味わった関節技の達人の一人だと思います。でその次がですね、ちょうどその藤原義明さんとトレーニングをして1年半ぐらいした時に、猪木さんが、アントニオ猪木さんが当時の社長ですね、アントニオ猪木さんが、船木お前、藤原とトレーニングしてるからといって強くなったつもりでいるんじゃねえんだろうなっていうふうにこう言ってきたんですね。で、いえそんな自分は強くなったつもりはありません、俺とちょっとやってみるかと言って、その一セメントの練習が始まるんですけども、当時自分が18ぐらいですね、ちょこちょこそれがありました。あの授業中ですとか、あとはその、合同練習が、の後半とかですね、猪木さんがあのスパーリングたまにされるんですけども、される時にちょっとやるかつって、こう本当に2人きりの時ですね、もう皆さんその練習終わって、猪木さんがちょっとこう遅く来られた時とかなんかに、いやあの一緒にその、セメントの練習をさせてもらったんですけども、やっぱりその猪木さんも独特のそのあのなんかその粘りの力ですね、なんかその猪木さんもそんなにモリモリその筋肉してるあのタイプの体じゃないんですけども、ものすごいやっぱ力強いですね。ベンチプレスも190とか200キロとか上げてるの見たことありますし、ものすごいそのなんか筋の力というか、あのどちらかというとこう盛り上がってるその赤い筋肉よりもは、その筋肉と筋肉をつないでる中のその、筋ですね、牛肉にもありますその牛筋とか、そういうその腱の部分のその筋力がものすごい強いような、そんな力をしてます、藤原さんも猪木さんも。で必ずその最終的には自分は、当時、猪木さんの、必殺技ですね、裏の必殺技なんですけども、猪木さんすごい足長いですから、足が長くて自分がその胴が細いですから、もう胴締めをされて、バックから胴上されるともう動けないですね。そこからその首を取られたりとかですね、とにかくその胴締めがものすごくうまかったなとっていうその印象がありました。あとはその裏技で、上に乗っかった時の裏技で、頭とその脇差してですね、頭を押さえてその顎でですね、目をこうついてくるんです。ガッ、これはやっていいのだろうかと思ったんですけども、それがその猪木さんの裏の必殺技だと思って、社長すいません痛いですって謝るしかなかったですね。本当に目がもう潰れるかと思うぐらい顎で押されました。それが猪木さんとのそのスパリングでのその裏技ですね。まあ猪木さんも藤原さんも二人ともあの本当にあの体は筋肉もりもりじゃないんですけども、その締める力がものすごく強いですね。それがあの印象的でした。二人目の達人です。でそれからずっと10年以上経つんですけども、自分がその寝技をやって、まあ、この人はと思ったのはやっぱりその3人目の達人、ヒクソン・グレイシーですね。ヒクソン・グレイシー選手はそれまでその味わったことのないようなそのグラウンドになった時に乗り方をされて、力
力の強い人はたくさんいるんですね。あのアメリカの選手とか、まあ、いろいろあのたくさんいますけど、まあ、日本にもいます。もう体が大きくてその力、筋力の強い選手、力強い選手いっぱいいます。だけどヒクソン・グレイシー選手はその小柄なんですけども、やっぱりその何ですかね、あの上に乗られた時に動けないその感覚ですね。なんとなくですけども、その濡れたそのタオルがそのバサッとかかってるような、あのこちらがその動こうとする方向に逆にそう先手を打ってその動いてきてしまう、そういうその感覚でその試合をされる選手だったんですけども、やっぱりその力じゃない何かですね、そのうまさ、3歳とか2歳とか3歳ぐらいからずっとそのあの柔術のトレーニングでその自分の兄弟とかとその揉み合いながらその体に乗るバランスとかですね、相手の動きについていく、あのそういうトレーニングをしてますんで、感覚でその人間にあのうまく乗ってその動かし方、動く方向について生き方なんかものすごくその熟知してるんだなというふうに印象を受けました。これがもうやっぱりそのそれまで、戦ってきた選手誰にもありませんでしたし、でそのやっぱりそのレスリングの強いその選手とはちょっと違うその体の使い方ですね。その力をあんまりその、使わないで相手にその沿って動く、そういうその戦い方をする技術を持ってるその達人だなというふうに思いましたね。3人目の達人でした。でそれから、一度その自分はヒクソン・グレイシー戦でまず一度引退して、で7年後に今度はその復帰をするんですけども、その復帰をするときにそのやっぱりそのグラウンドもそうですし、その打撃もそうですし、そのもう一回その技術を洗い直さなければいけないというふうに思いまして、それで当時はやっぱりその一番、グラウンド その技術が高いと、どこが高いかって聞いたときにやっぱりグラバカですね、菊田早苗選手のグラバカが一番いいというふうにこう聞きましたので、自分はすぐ菊田選手にコンタクトを取って、で出稽古行きました。でそこでそのいろんな選手とまたその7年ぶりにそのスパリングセメントするんですけども、みんな強かったですね。達人がなんかたくさ なんかいたような感じして、でその中でもやっぱり特にそのやっぱ菊田早苗選手ですね、やっぱりそのアブダビコンバットで一度その世界一優勝した実力もありますんで、やっぱり菊田選手のその技っていうのはそのヒクソン・グレイシーとか猪木さんとか藤原さんとはまたちょっと違う、あのなんかその、押しの力もなんかあるようなんですね。もう壁にこうつけられたら動けないとか、あとはその上に乗っかれたらなかなかその何ですかね、こう押し返せないような、そういう力の強い重量感のあるようなそういう寝技をする選手だなと思いました。これもまたその新しい達人ですね、一人だと思いましたね。でそれからその復帰して、復帰戦が桜庭和志選手、でこれもまた新しい達人の一人だなと思ったんですけども、桜庭選手と試合をして7年ぶりにその復帰戦をして、それで、まあその時はもう5分ぐらいで負けましたね。で、それから、1年後ぐらいにですね、ラフターセブンに自分もその出稽古を行くようになりまして、それでその桜庭選手と、一緒にそのスパリングもするようになって、でその時にあのやっぱりあびっくりしたなと思ったのはあの肉体ですね。なんかすごくあの細身の感じなんですけども、あれでもまたやっぱり力が強いですね。ものすごく強くて、それでなんか見た目はもうほんとヒョロヒョロっていう感じなんですけども、その引きの強さにまずびっくりしましたね。でやっぱりその何ですかね、まあ、藤原さんとか猪木さんにも通じるその引きの強さですね。その筋肉、盛り上がってる筋肉ではないその何か中のその関節と関節をつないでる筋の強さ、それがやっぱり彼にもありました。で何ですかね、あの体にその、くっついてきた時のその吸引力というか、その辺の力がやっぱりその他の選手とは全く違うんですね。でこれがやっぱりその桜庭選手がそのやっぱりそのグラウンドに長けているっていうその、強さの秘密だと思いましたね。でまあスパーリングしていろいろこう技の交換なんかしてすごく楽しかった思い出もあります。これがまた新しい達人の一人ですね。
で、その後ですね、最近ここ1、2年の話ですと、総合格闘技、総合格闘技で、まあ、あのプロレスでの試合だったんですけども、青木真也選手、青木真也選手もこれまた、久しぶりに感じたその寝技の強さですね。もう指の先ですね。彼はあのすごくあの細いんですけども、身長も180センチぐらいありまして、で手もですね、手の大きさも自分とそんな変わらないですね。だから体の、体重も75キロぐらいなんですけども、ほぼ筋肉なんで、もう例えばですね、90キロの人で脂肪を全部削ぎ落とした体重だと思ってください。だからそんなにその90キロの人と筋力は変わらないと思います。で手も大きいですし、彼とこう 手をこう触った瞬間ですね、 この瞬間からも彼は取ってきますから、でそのまんまここの力がずっとこう体全体にこうつながってこう引き寄せてくる、そんな強さがあります。で彼もやっぱりその全体の力こそは そんなに何ですかね、まあ、蹴ったりとかすると結構その飛ぶぐらい、そのやっぱりその、まあ、体重軽いんですけども、こうくっついた時のあの力強さは別格ですね。でこれもまた一人 その達人だと思いました。でその後試合した選手の中ですと、噂には聞いていたんですけども、もう最後に一人、剣道家臣選手、剣道家臣選手もやっぱりそのプロレスでそのグランドレスリングですね、こうちょこちょこってやった時に、そのやっぱりこの掴みの強さですね、こう、すごく力抜けてるんですけど、ボンってきた瞬間にベタッとこうついてこう持っていかれてしまうような、そんなその引きの強さがありましたね。で彼の自伝の本を読んだんですけども、大学のレスリング時代ずっとひたすらトレーニング終わった後懸垂してたらしいです。ひたすら懸垂、その懸垂をそのやった力が全てその今 その体の強さにつながっているんだと思いましたね。これも、彼もまたその関節技の達人の中の一人だと自分は思いました。以上、ちょっと長くなりましたけども、今回は関節技の達人についてをお話ししてみました。ご視聴ありがとうございます。